どうもこんにちは、しじこぼです。アイです。ほどです。僕たち川の、バッグや財布を作る職人をやっていますが、今回ですね、またシリーズ第4回ということで、実践川職人が教える月木講座第4弾ということでお届けさせていただこうと思います。本日は前回セットアップさせていただいた送りロールの点検メンテナンスの仕方を解説していこうと思います、はい、で今回はこの送り支え枠にガタつきが出た時の修正方法について解説していきたいと思います。ちょっとでは元気よくやっていきましょう、はい、送り調整レバーの付け根、送り支えのシャフトの端を固定するクランプの六角ネジを六角レンチで軽く緩めます。このネジを緩めることで送り支えがフリーになり、送りロールの角度調整ができるようになります。送りロールと送り支え枠を平行にします。この金色の部分と送り支え枠と送りロール、この3点を平行になるように揃えます。こことここの隙間にがあるとこのようにガタガタします。なのでこのように間がなくなるように押さえてネジを締めます。そうするとこのようにガタがなくなります。調整したのでこの3点が平行になりました。次は送りロールの縦方向のガタ取りの修正の仕方を説明します。このように動かしてみて動く場合はガタがあるので修正していきます。切りくず取りがついている場合はこのネジを緩めて外します。次はこの送りロールの横にあるネジを緩めます。この送りロールの中のネジを押して奥まで刺します。で先ほど緩めたネジをしっかりと締めます。でネジを締めるとガタがなくなりました。というわけで今回は、送りロールの点検ということでガタ付きの直し方を解説させていただきました、はい、で次は何を解説ですか。次は送りロールが作業盤に干渉する場合の直し方について解説します。こんな感じにこの動画でちょっとまだ分かりにくいところとかございましたら、僕たちの週2回水曜日と金曜日の20時にライブ配信させていただいておりますので、その場でここが分かりにくかったよもっと教えてみたいな感じでね言っていただきますとリアルタイムで納得いくまでお答えすることができますのでご参加のほどよろしくお願いいたします。でその間にこのチャンネル見て面白いと思ってくださった方、こちらに今のチャンネル登録マーク出てますのでぜひクリックしていただけると嬉しいです、はい、で僕たち の, ホームページのサイトもここに今貼っておりますので合わせてよろしくお願いいたします、はい、ではそれでは次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。